今日は宮古島の絶景スポットを 4K でお届けします。日本の中でも特に美しい海の景色を一緒に楽しみましょう。では Let's go check it out。まずはじめにやってきたのは伊良部大橋です。市内からは車で5分。2015年に伊良部島と宮古島を結ぶ橋として開通しました。無料で渡れる橋としては日本最長の3540メートルを誇り、信じられないほどの青い海を貫いて渡る爽快なドライブルート、さらには宮古島随一のインスタ映えスポットとして大人気です。次は矢火島です。矢火島は宮古島の北方約5キロから15キロの海域に位置する周囲約25キロ、大小100以上のサンゴからなる日本最大級のサンゴ礁群です。生き生きとしたサンゴや色とりどりの熱帯魚たちが住む海はまさに楽園。海の透明度は沖縄でも一番と言われており、見た人誰もが感動する景色が広がっています。ダイビング、シュノーケリング、釣りなどを楽しめます。世界中の海を見てきましたが、間違いなく世界トップクラスの海です。宮古島の東側にやってまいりました。アラグスク海岸です。宮古空港やヒララの市街地から車で約30分。美しいビーチが魅力ですが、便利な施設が無料で利用できるのもポイントです。数あるビーチの中でもアラグスク海岸はシュノーケリングにぴったりの場所です。流れが穏やかな浅瀬の海にはサンゴの森が広がり、色とりどりの熱帯魚に出会えます。シュノーケリングセットは一式マリンショップでレンタルできます。アラグスク海岸から5分車を走らせると吉野海岸があります。宮古空港からは車で約40分です。宮古島の東海岸にある2大シュノーケリングスポットの一つとして有名です。砂浜は500メートルととても長く広いです。リーフに守られた礁湖内は透明度が宮古島でも特に高く、浅いところからすぐにサンゴ礁が広がっていて、熱帯魚の数と種類も多いです。満潮時には魚の大群に出会えるかもしれないし、隠れ熊の実にも出会えるかもしれません。ここはまさに宮古島が作り上げた天然のプール、イムギャーマリンガーデンです。宮古島南岸特有の変化に富んだ海岸線や入り江を生かした美しい海浜公園です。透き通る内海を取り囲むように遊歩道があり、その周囲には木々が生い茂っています。その自然の造形が独特の雰囲気を放っています。シュノーケルはもちろん、入り江を囲む右岸山の頂上にある展望台からは東シナ海へと続く大海原も一望できます。ここは宮古島の最も東側です。東平名崎に来ました。宮古空港から車で約40分。日本の都市公園100選にも選ばれている国指定の名勝です。全長約2キロにわたって細長く伸びる岬はいつも心地いい風が吹いています。
岬の先端にある辺野崎灯台はトリップアドバイザーの行ってよかった日本の展望スポットランキング2015で全国第7位になりました。宮古島の最も北側にあるのが西辺野崎です。対岸に池間島を望むこの岬からは南の島らしい鮮やかなオーシャンブルーが広がる海の景色を見渡すことができ、さらには海を駆ける池間大橋の様子などもはっきりと確認することができる素晴らしい絶景スポットです。お次は砂山ビーチです。キララの市街地からおよそ4キロのところにあるビーチで車でおよそ10分ほどの道のりです。自然が作り出した天然の岩のアーチがランドマークの絶景ビーチです。美しい景色を写真で収めるには最高のビーチ、観光客に人気があり夕日ウォッチングもおすすめです。浜の砂はきめ細かく綺麗でシュノーケリングも可能ですがあまり適していないので、それより自然の造形を楽しみましょう。またしてもとても綺麗なビーチにやってきました。与那覇前浜ビーチです。宮古島の南西にあり宮古空港からは約7キロ車で約15分と市街地からも比較的近い距離にあります。東洋一の美しさと名高いこちらのビーチは宮古島へ行ったら必ず訪れたい絶景スポットです。ゆったりとカーブする砂浜の前には宮古島と栗間島を結ぶ約 1.7 キロの栗間大橋がかかり、独特の景観を見せてくれます。絶景として取り上げられることも多く、様々なビーチランキングで何度も1位に輝いている、まさに日本屈指のビーチです。家族でのんびり過ごしたい方にもおすすめできるビーチです。下地島に来ました。宮古諸島の下地島で一番有名な観光名所といえば2つの池が並んだこの通り池。内陸側の池は直径約55メートル、水深は約40メートル。海側の池は直径約75メートル、水深は約50メートルとされています。この2つの池は地下のトンネルでつながっていて、さらに海ともつながっているのだとか。地上からの眺めを楽しむ景勝地だけでなく、ダイビングスポットとしても有名です。市街地からは車で20分です。お次は伊良部島にある沢田の浜にやってきました。宮古空港から車で約30分、どこまでも続く浅瀬が印象的で日本の渚100選に選ばれています。夕日の綺麗なスポットとしても知られていますが、浅瀬の海に無数の大岩が点在する独特な光景の広がる浜です。実はこの大きな岩は1771年の八重山地震により起こった明和の大津波によって運ばれてきたもの。沢田の浜に点在している無数の岩はサンゴ礁の巨大な塊が海底から剥がれて打ち上げられたという津波石だったのです。伊良部島で最も美しいビーチに来ました。戸口の浜です。宮古島の北西約5キロに位置する伊良部島でナンバーワンビーチといえば言うまでもなく戸口の浜です。島南西部に位置し、天然の砂浜が幅およそ50メートル、緩やかな弓状に800メートルほど広がります。透明度の高い水質が海底に広がる砂を映し出し、とても美しい輝きを放っています。また戸口の浜では宮古島よりも綺麗な星空を眺められます。
最後に来間島にある長間浜にやってきました。ここは白い砂浜と青い海の水平線がどこまでも広がる美しいビーチです。来間島は宮古島と橋でつながっており、市内中心部から車で30分ほどで行ける離島です。サトウキビ畑を抜けて海に向かう道中はのどかで、景色も美しく、人影もまばらなビーチは離島らしい静けさがあります。ビーチの右手側、遠くには伊良部島を望みます。海際からほんの 2.3 メートル先にはサンゴ礁が広がっており、シュノーケリングスポットでもあります。今日の旅はここまでです。いかがでしたでしょうか。宮古島の景色が綺麗だったよという方はぜひいいねをお願いします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。